こんにちは、萌です。今回は粘土でフィギュアを作る時のおすすめの詰め物についてお話をしたいと思います。粘土がね、重くならないようにする、あとはまあ節約にもなるんですが、このフローラルフォームっていう生け花とかにね使う時のスポンジを使います。でこれカッターでススッと切れるんですけど、これをね自分の作りたい形にかたどって、その上からアルミホイルでくるくるっとカバーしていきます。でこれの上に粘土を貼っていくっていう感じですね。なので粘土の代わりの中身になります。でこのフローラルフォームを切って形を作っていくときに、こうやって2つ違う形を作ってくっつけて一つにするみたいな、いくつかを重ねて一つにするとかね、そういう作り方をするときにおすすめなのがこの針金です。ただこの針金、これね骨組みみたいな感じで刺していきたいんですけど、これ普通のこのね一本の針金だとどっちもにこうススッとこう入り込んでいっちゃうので、なかなかね固定しにくいです。なのでこれをまっすぐの針金じゃなくって、ちょっとねギザギザした感じなので、この針金をもう一本使うとか、こうもう一本ね巻くんですよ、この針金に。この同じ大きさでもいいし、あとはちょっと今回はね細い針金にしたんですけど、この針金にさらにめちゃくちゃ細い針金をぐるぐる巻きつけてスッと抜けないようにしていきます。ちょっとねめちゃくちゃ細い針金があったので、これをね巻きつけていきます。でこれをすることでスポンジからね、こうなんていうのかな、スムーズにスーッと抜けなくなるので固定できるっていう感じですね。こうやってわざとギザギザな感じな表面にしていきます。でこれを骨組みとしてここにブスッと刺して、でこっちにもブスッと刺すと、これでね固定されるので形がねこうやって綺麗にこうバラバラにならなくて済みます。でこういう形をしっかりと中身のね形を作り上げてから、その周りを粘土でくっつけていくっていうのもありなんですが、バラバラにね作ってももちろん大丈夫です。で今回もねこのラドールプレミックスっていう積層粘土を使ってるんですけど、私が使う粘土はほぼこれです。でこれもね周りに巻いていくというか、こうつけていく時もしっかりと中のこの空気とかを抜くように、私はもうどん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 こうやって叩いて空気を抜かして、あんまり分厚くなりすぎると作りたかった形よりもっと大きくなっちゃったりするので、ちょっとね薄くこんなね生地みたいな感じにしていって、それをねくるっと巻いていきます。でやっぱり私もこのバラバラで作った方がやりやすそうだったので、一旦一つね外してこうやってくるっとくっつけていきます。なんかね餃子作るみたいな感じで、こう皮をぐるっと巻いていくみたいなイメージ。でこれもあの中の詰め物の大きさも自分の好み次第なので、例えばすごく小さい詰め物、まあ、すごく小さい詰め物だったらやってる意味があんまりなさそうなんですけど、あのこれもねちょっと薄く皮っていうか、この粘土がね薄すぎると中身がこう出てきちゃったりひびが入りやすかったりするので、あまりに薄い、例えば1ミリ2ミリみたいなのはやめた方がいいと思います。最低でもね5ミリぐらいはあった方がいいと思います。なのでそれぐらいの大きさに、このね中の詰め物の大きさもこう調整して作って、その上にこうやって作っていきます。で小さい分にはこの粘土足せばいいのでいいんですけど、中の詰め物大きすぎるとまた最初からフローラルフォーム削ってっていう風にしなきゃいけなくなっちゃうので大変なので、そこはね気をつけてください。まあ、ちょっと気持ち小さめに作った方がいいと思います。はい、でこうやってちょっと周りをね薄くしたいなと思ったらちょっと削っていくとか、こうやって大きさを調整していきます。でこれ
ちょっと気をつけたいところが、このフローラルフォームかなり柔らかいので指でギュッと潰すとね、潰れてしまいます。で、粉々になっちゃいます。なのでこの時にあんまり力を入れすぎるとこの中身のね形が変わっちゃうんですよ。なのでギュッとこう握り潰さないように、優しく優しくこの周りの、ね、粘土はくっつけていってください。ただそれも優しすぎると粘土と詰め物の間に隙間ができてしまう場合があるんですけど、そうなると出来上がった時にね、こうなんかカラカラ中で詰め物が動いたりとかしてしまうと思うので、しっかり詰め物とこの粘土の隙間はできないようにしっかりとくっつけていきます。で、その時にですね、まあこの中身が動かないようにしっかりくっつけるようにっていう意味でアルミホイルが大事になってくるんですよね。このアルミホイルがこうツルツルじゃなくて、こうなんていうのか、ちょっとシワシワってなってるので、そこに粘土がねこうしっかりとくっついてくれるっていう感じです。なので、まあ、この フローラルフォームだけでアルミホイル使わなくても別にいいんですけど、断然アルミホイルあった方がくっつけやすいので、これはね、詰め物をするときは両方使った方がいいと思います。で、さっきの骨組みの代わりになる針金は、これはね使っても使わなくてもどっちでもいいんですけど、何かこう細長いものを作るときはあった方がいいと思います。例えばなんかこう自分の手の大きさ、同じ大きさで作りたいっていう時とかね、この指の角度とかそういうのも難しくなってくると思うんですけど、そういうのも針金だけで作るとかね、針金にフローラルフォームを使わずに針金にアルミホイルをぐるぐるっと巻いて詰め物するとかね、そういうのでもいいと思います。それはまあ詰め物というよりも骨組みですね。なのでこういう軽くさせるための詰め物と、あとはしっかりとバランスとか強度を出すための骨組み、この針金ですね、それをちょっと自分の作りたいものに合わせてどこにどういうものが必要なのかっていうのをね考えて作っていきます。なのでなんかフィギュア作る時とかは、例えば体で手足とかね、そういうところに針金をね使うといいと思います。なので粘土で何か作るときは、詰め物として、まあ、あった方がいいものとしては針金と、アルミホイル、そしてフローラルフォームですね。フローラルフォームは別に普通のスポンジとかでもね構わないんですけど、フローラルフォーム安いので、あれねレンガのブロックぐらいで100円ぐらいです。なので皆さんもねぜひぜひちょっと試しに使ってみてください。あ、でちなみに針金も私はダイソーで買ったやつなので安いやつです。なのでね、手に入るものなのでね、皆さんはちょっと工夫しながら作ってみてください。はい、ということで今回は詰め物についてお話ししました。何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ということでまた次の動画で、バイバイ。